こんにちは、タナテラス結びの神の誠です。タナテラス結びの神というのは、アリオ・ウエダが姿を変えた化身。遠い昔からこの町に住み着き、この町の人々の幸せをいつも願ってきました。今日は皆さんにこの町を舞台にした心が温かくなるお話をお届けしたいと思います。さあ、私と一緒に物語の世界へ出かけましょう。遅い、部活居残り？ううん、図書館で今度のお芝居の原作読んでたの。ひょっとして主役狙ってたりして？そんなわけないじゃん、私なんて無理だもん。無理じゃないよ、みんな公平にチャンスはあるんだから。そんな小さな声じゃ難しいけどな。あんたは大きすぎるの。いらっしゃいませ。皆さん演劇部なんですか？はい、来月朗読劇をやるんです。ひょっとしてここのステージで来月発表の？その通り。誰が主役になるかはこれからですけど。頑張ってくださいね。大切なものは目に見えない。なんかよくわかんないな。大人は誰も、初めは子供だった。そこはもっと自然に。大切なものは目に見えないんだよ。わざとらしい。もっと力を抜いて。大切なものは目に見えないんだ。物事はハートで見なくちゃいけないっていうことなんだ。どういう意味なんだろう。この後私衣装を縫うんだけど、一緒にお見合わせしよう。え、だって私背景係だから。いいじゃん、セリフ入ってるんでしょ。わかった、いいよ。これ朗読劇だろ、衣装とか背景とか凝りすぎじゃない？うん。君と僕はまだ友達じゃないからな。僕、友達を作りたいんだ。友達を作るっていうのは絆を作るってことなんだよ。心で見なくちゃ物事はよく見えないってこと。大切なものは目に見えないんだ。差し入れ持ってきたぞ。何見てるの？なんだよ。別に。本番直前になって腹痛だと？はい、痛くて芝居どころじゃありません。お前そんなデリケートだったか？本当に痛いです。わかった、安静にして休め。でも急に代役なんて誰も。彼女ならセリフ全部入ってます。本当か？はい。この役は女の子でもいいはずです。よし、じゃあ代役で行こう。段取りは分かってるか？はい。あなたの分の衣装もちゃんとあるよ。ありがとう。大切なものは目に見えないんだ。
私本当に見えてなかった。夢や希望がちゃんとそこにあるって。私は一人じゃないって。大切なもの見つけましたね。連れてってくれるその日を夢見ていた。今も昔も明日もいつも君は微笑みあふれて、僕の心が君の想いに追いついたよ。だから今日は虹の向こうまで渡ればきっと夢はつながる。君の笑顔が僕の心を溶かしてゆく。眩しい瞳に迷いは消える。繋がる心が奇跡を紡ぐ。ときめく思いが僕を包み、勇気と絆が触れ合うとき、まるで魔法にかかったみたいに。やったね、ありがとう。よかったな。お前、腹痛は？あ、治りました。よし、じゃあアリオでアイス食べていくか。やったー。手病だったなお前。違います、本当に痛かったですよ。僕の心が翼広げて羽ばたいてく。だからいつか虹の中に咲く大切なものを。いかがでしたか。大切なのは目に見えるものだけじゃないんですね。こんな心温まる物語がここアリオ上田の中で毎日いっぱい溢れています。皆さんも忘れないでください。私はいつでも皆さんのそばにいます。感謝の気持ちを大切にしながら皆さんを見守っています。それではまたお会いしましょう。アリオ上田はこれからも地域のあらゆる人とつながり愛される誠実なショッピングセンターを目指してまいります。ララ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 ラ